とある、まあ、うちに遊びに来た男性のお客様から、まあ、こんな体験をしたっていうのを聞かせていただいたんですけども、まあ、数年前ですね、その方のお父さんと、まあ、その友人が一緒にご飯を食べるからお前も来るかって誘われたんですね。でその友人ともまあ面識があったので、あ、じゃあ行こうかなっていうので3人で、まあ、夜ご飯を食べてたんですね。で、まあ、ご飯食べ終わって、まあ、帰り道家に向かって歩いてたんですけど、大人3人、まあ、ギリギリ横に並べるかなっていうぐらいの、まあ、細い路地を歩いてたんですよ。で街灯もまあポツポツしかなくて薄暗い路地なんですね。でそこを、お父さんとその友人で、自分はそのちょっと後ろを歩いてたそうなんです。でそのお父さんとまあ友人が会話してる後ろ姿を見ながらしばらく歩いてたら、向こうの方からこっちに向かって歩いてくる男の人の影が見えたんですね。で暗いんですけど、まあ、ガタイのシルエット的に男だなって思って、まあ、無理なく通り過ぎ、通りすれ違えるようにちょっと左に寄せたんですね。でもお父さんと友人は、まあ、会話の途中で、まあ、そこから動かなかったんです。でも進行方向だし、まあ、見えてるだろうから、まあ、わざわざ言わなくても大丈夫かなって思いながらまたしばらく歩いてたんですよ。そしたらその向こうから来てる男性がだんだんとまあ近づいてきて、で男性と距離が近づいていくにつれてスーツ姿の男の人だっていうのが見えたんですね。でそのスーツ姿の男の人がどん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 まあ近づいてきて、いざすれ違うってなった瞬間にバッって目の前に顔を出してきたんですよ。腰を横に曲げて自分の目の前に顔を出して、口の端ここまで歪ませながらにやーって笑うんですって。でもそれも一瞬の出来事で、そのままその男性パーってすれ違っていなくなったって言うんですね。でそれに驚いてわっって思って瞬間的にパッて後ろ振り向いたら誰もいないんですよ。でそのびっくりした声に気づいてお父さんとその友人がどうしたって後ろ振り返って、いや今男の人さって言ってもやっぱり見えなかったらしいんですね。でもそんなわけないんですよ。あの狭い路地で見えない気づかないなんてことないんで、まあオチも何もないんですけど、もしかしてあれって僕だけ見えてたんで気づかれてたってことなんですかね。そんな話を聞かせていただきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。